どうも。いいかな。くるくる回ってるな、大丈夫かな。いけたかな、うん。どうも、えー。ボビーアトレーダーのボビーです。えー、今日は十月二十三日で、ね。え五十三回目のライブ配信になります。それでは、オープニングムービーをどうぞ。 どうも改めましてボビーアトレザーのボビーですえー今日もですねえ大阪のボビーアトレザーのアトリエからえライブ配信をさせていただいてます今日の大阪ですね非常に天気が良くてですねまあそれとそれに加えてですねあのちょっと風が強いですねまあたまたまこの辺りかもしれませんけどこの周辺かもしれませんけど最近きもちょっとあのねちょっとになんかこう嫁入りっていうか あ作品をですね、えー、お届けしにですね行っ、えー、てたわけですけどもねなかなかあトップが <laughs> 吹いてですねもううわーになりましたけどねまあまあそれはよしよしねまあ皆さんのね町はいかがでしょうかねと今日はま土曜日なんでですね、えー、ねどっかお出かけされている方も多いと思います、えー、ねお出かけした際先でですね、えー、この配信をですね えまたやっとるわあいう感じでご覧いただいている方もいるかもしれませんね、えー、楽しくね楽しい土曜日をですね、えー、過ごしていただければと思いますでですね、えー、まあ,あの今日もですねタイトルを何日かなあそうそう「レザーの制作のレ、ね、ザー制作の,制作の上で、えー、大切にしていること」とかねいうことで今日はその「2」ですね えー、まあ,あー何やるかなって思うのでそうですねあのー、こう制作僕らあのこうね、えー、時間割とかがあ、まあ、締め切りやったとしてもおふ、ね、普段の時間の使い方っていうのはあまあ自分で決めれるんでね、えー、ある種なんかあ不摂生なっていうか。 うん、仕事にもなりますけど、まあ、時間に重こう,こう熱が入った時にねバッとやるからそのおいろんなことをねでまあその間に、まあ、スケッチ書いたり、まあ、それとかのこういうことをやったり、えー、あとはそのブログを書いたりあとは、まあ、メールとかのやり取りですねあとまあいろいろ計算したり <laughs> 型紙作ったりとかまあ、まあ、そんなんをこうおねあのマインドで割りふりしながらね,、えー、ねやってるんですけどもね。 なああそういうふうな感じですね、えー、割とフリーな感じだからどちらかというとです、ねえー、ボビー・アートレザーのことがずっとあるわけじゃないですかでまあオン・オフっていうのがあ基本的にはありませんていうか僕はあのそういう感じではやってませんねあのオンとオフっていうのを切り替えはなくてですねどちらかというとですね、えー 例えばまあ今まだつまみがないんやけどあのこ,ここにはあるんやけどあのこう見せられへんからあれやけどあのラジオとかあのなんかこうねこうフェーダーとかのこのボリュームの上げ下げみたいな感じですねえー、まあ今はこうフルスロットルでこうボリュームフルですよ10ですよねえー、あそうこれエレキじゃないからあのこうボ,ボリュームないななんかそんな感じでねあのー 制作の何か入り込んだ時はもうボリュームフルという感じで1まあ一か,から10まであったとしたらあ10でですね、えー、ガーンってやって <laughs> でまああのー、ちょっとこうカメラを持ってですね、えーえー、いろいろこうリフレッシュする時とかはですね、えー、ボリュームを2とか3とかにしてるいう感じで、えー、常にまあそんな感じでですね、えー なんかこう一日を送っっててままますすねね、まあ政策に向かか、ねうん、なんかそういう感じで、えー、ここもう、ね、何年間ももう10年以上そういう生活をですね、えー、しておりますまあねあの僕も勤めてることとかだったらどっちかっいうともうパチンパチンというスイッチでね、えー、やってたんですけどもね、うん、でその間に、えー、お,ふおふった時にですねおふった時は一番忙しかったんやけど。<laughs> かね、いろいろ、まあ、忙しいことは僕は、まあ、そういえば普段使いませんね、えーまあ、充実してたっていうか、ね、心をなくすって書きますからね、うん、忙しいからねだからまあ,あそういう感じで、えー、やっておりますねはいまああのそういう感じでですね、えーえーまあ、仕事をねさせてもらってますそれでは、えー、またね、えーまあ、今日はここぐらいまでにしてですね、えー、素敵なひとときを過ごしてください それではまた。会いましょう。ボビーでした。バイ。